ただいまに二宮上皇館長の演舞を行います。その前に二宮上皇館長の簡単なプロフィールをご紹介いたします。昭和29年1月27日生まれ、御年61歳になられます。昭和44年入門、現役時代は極真会館主催第10回全日本空手道選手権で悲願の優勝を飾り、その後アメリカはコロラド州デンバーにあたり前身となる道場を開設されます。平成2年遠心会館を設立され、還暦を過ぎた今でも総本部内弟子の方と一緒に稽古を常に行い、世界各国への道場へセミナーで直接指導を行っております。本日は真剣によるさばきの組手、また試し割りを行います。まずは九州本部長林哲司師範による試し切りよりご覧ください。
それでは紹介します。国際空手の演習会の館長二宮京子。演習会館九州本部長師範六段林哲史。演習会館近畿本部長四段野党雄二。